インタビュー。こんにちは、堀真奈です。インタビュー。この番組は YouTube と Podcast 各プラットフォームよりお届けしています。YouTube のチャンネル登録、Podcast の各番組のフォロー、皆様よろしくお願いいたします。そして早川さん、今月もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。今月6月7日ということで、いよいよ梅雨入りですね。あ、そうですね。あっという間に。私、1年で一番嫌いなんですよ、梅雨が。あ、そうなんですか。まあ、なんでっていうこともないだし、嫌いな人もそれなりにいるでしょうけど、それでもなぜですか？雨ってなんか楽しくなる要素がなくないですかっていうと、なんか雨好きからちょっと批判が来そうなんですけど。そう、まあ雨好きでもないけど僕好きですよ。ほら、それこそ雨好きの人は多分分かってくれると思いますけど、なんかアンニュイな感じっていうか、ちょっとなんて言うんだろうな、ちょっとこうしとしとしながら音楽聴いてみたいな、なんかそういうのがいいから僕は嫌いじゃないんですけど、マナさんダメいい要素ない。早川さんにそう梅雨好きですか嫌いですかって聞こうとしたら、早川さんは好き寄りってことですかね。ってことはでですね、言っときながらこいつどっちだよって言われそうですけど、梅雨は好きじゃありません。あ、好きではないんですね。なので雨は好きなんですけど、梅雨は好きでないというと要素は一つしかなく、要はですね、やっぱ湿気は嫌なんですよね。あ、わかります。髪の毛も。まあ、そう。まあ雨降ってるから当然湿気はあるんだけど、梅雨の湿気はね、やばいじゃないですか。間違いないです。そう。だからまあそれ蒸さなければ、普通にほら秋とか春のちょっとした雨とかすごいむしろなんか気持ちいいかなみたいな。ものを感じるんですけど、私もこう梅雨は早川さんと一緒で嫌いなわけなんですよ。で、どうにかしてこの梅雨を楽しく乗り切れる方法はないかと思って、最近ちょっと梅雨を楽しむグッズを買ったんですね。そんなグッズあるんですか？傘なんですけど、もう答えを言っちゃうと傘なんですけど、オーロラ傘ってご存知ですか？オーロラ傘わかんないです。ビニール傘なんですけど、そのビニールの部分が虹色というかオーロラ色になってるんですよ。それは順番に赤、青、白とかになってる、そういうことじゃなくて。違います。なんていうんですか？表現悪いですけど、水たまりにガソリン流した時のオーロラみたいな。もうなってるんだ。あ、すごいわかりやすい。で、それがなんで楽しいかっていうと、ちょっとこうお日様の光が当たった時とかに影が、虹色の影ができるんですよ、傘の。影もなるんだ。そうなんです。そうだからこう私はこう雨の時期も楽しもうと思って、そんなグッズを買ってみたりした今日この頃でございます。いいですね。じゃあ外に積極的に出ないとですね。確かに雨ってできない。そこで気重くなってんじゃないですか。まあ気重くなったよね今。いや、なりました。ちょっとそっかってなっちゃったんですけど。外出ないと元の木阿弥ですよね。まあ、せっかくね、楽しむグッズを買ったことですし、それをあんまり突っ込まないように、はい、すみません。はい。お願いしたいと思います。ちょっと皆さんも気になったら、ちょっとオーロラがさ、多分去年、一昨年ぐらいから、なんか結構人気になってたような気がするので、ちょっと雨を楽しむグッズとして見てみてください。はい。今回も本編に入ってまいりたいと思います。今月はどなたにインタビューされたんでしょうか？はい、今月はですね、小説家の高橋源一郎さんです。これはどういったきっかけなんですかね？これね、高橋源一郎さん。まあ、今回はね、本編でもお話ししてますけども、この川出新書から出ているこの30年の小説全部に結構フィーチャーしてお話しさせていただいてるんですけど、なんでかなって思ったんですけど、今、ふと思ったんですけど、はい、2年ぐらい前に、読みたいことを書けばいいっていうベストセラーを出したコピーライターの田中博信さんっていう方にインタビューさせていただいたんですけども、はい、その時にすごいめちゃくちゃ読書家の方なんですよ。文章もコピーライター、もともと電通ですごいバリバリやってた方で、コピーもかけて文章もめちゃめちゃ面白い人なんだけど、その彼にこう人生を変えたような、一冊は何かって聞いてった時に、高橋源一郎さんのさよならギャングたち。今回のインタビューの中でも出てますけど、高橋さんのデビュー作をですね、あげられたんですよ。僭越ながら僕、その時高橋さんの作品を拝読したことがなくて、で、ただやっぱり面白い人が、面白いと思うものは面白いじゃないですか。なので、すぐ、田中さんがその2年前にお話ししてくださった時、さよならギャングたちを読んだんですけど、面白い。もちろん面白いんだけど、面白いというよりも、こんな、作品あるんだっていうか、要はなんて言うんだろうな、その小説の僕が持っていた概念を覆すというか、あ、こんなに自由でいいんだっていうね。まあこれストーリー言っちゃうとネタバレになりますし、まあこのね、今回から4回の中でさよならギャングたちの話も少し出てくるかもしれないので、まあ詳しくはね、そちらを聞いていただければと思うんですけど、まあとにかく衝撃受けてですね。で、それ以来、まあいつかね、お目にかかりたいなとはちょっと思っていつつ、まあなかなかタイミングがなかったので、今回この30年の小説全部っていうのをね、たまたま書店で、今年見かけて、あ、もうこれはお話伺いたいし、まさにこのね、タイトルがいいじゃないですか。この30年の小説全部、読んで喋って、そう、うん、読んで喋って社会が見えたっていうところで、まあ、インタビューさせていただいた次第です。なんかこの本を私取った時に最初はなんか30年の小説をパッとこうなんて言うんだろう、知識として吸収できるのかなっていう軽い気持ちで手に取ったんですけど、実際読んだら奥深いことなんのそのというか、なんかなんて言うんだろう、私小説って今までただこう登場人物の追体験ができる異世界に行けるみたいな気分で読んでたんですけど、なんかそういうものでもなく小説から歴史を読み解く術があるのかと、私的にはこうそれをなんて言うんだろう、小説っていうのは書いた人がいて、その書いた人はこうなんて言うんでしょうね、生活とか価値観があって、そこから作品が生み出されてて、じゃあその生活価値観っていうのはどこから来るんだって言われたら歴史から来るから、あ、読み解けばそこが分かるんだっていう納得をしたんですけど、そういう読み方をしたことがなかったのですごく興味深い本で、しかもインタビューを聞いてみても、あ、こんなに考えてこんなに言語化してくださる方なんだっていうのがすごくこうびっくりというか勉強になったので。そうですね。なんかこのね、冒頭でもこの後お話出てくると思いますけど、帯にね、読んですぐに分かんなくても分かったあれってさな瞬間が訪れる。どんなメディアよりも小説はずっと鮮やかに社会のことを教えてくれるっていうね、ところがね、やっぱり、まあ本当に、マナさんもそうだろうし、僕もそうですけど、この30年の小説全部っていうところでね、まあこれは僕らのがいい悪いじゃんけど、やっぱりこう時間がない中でね、こうキャッチーじゃないですか。それこそコスパ、タイパ、あ、良さそう、30年の小説全部これでちょっとなんか、まとめサイト的にね、みたいなんだけど、その下に読んで喋って社会が見えたってこの副題、ある意味対極というかね、なんていうんだ、もっと本質的なことが見られるんじゃないかって実際読んでね、まさに今マナさんが言ったことも含めて、なぜこうね、小説から社会が見えるのかとか、小説家っていう人がなぜ時代性がね、すごいあるのか、まあ僕なんか接してる石平さんってまさにその時代性がある方だなと思うんですけど、なぜ小説と時代性、一瞬真逆と思ったんですけど、いやいや、そんなことないよっていうことがね、今回の高橋さんのインタビューで、まあよくわかると思いますので、今回から4回か、ぜひね、楽しんでいただけたらと思います。それでは、早川さんと、高橋源一郎さんのインタビュー第1回をお聞きください。今日はですね、そうですよね。この30年小説全部、そしてまあ言葉に殺される前にも少し触れさせていただきたいなと思いつつなんですけど、昨日もね、ちょうど収録日の前なんですけど、別の出版社さんで恐縮なんですけどね、このシュエーサさんの失われた時を求めてのトークライブを僕もちょっと拝見して、本当にあれもその場で決めてましたね、話すこと。何を誤解したのか、質問者がいて僕は聞くだけだと思い込んで行ったんですよ。あ、もうじゃあ本当に手ぶらで。そう。そしたら、一人で喋るって言われて、それはなぜ僕勘違いしたと、そもそもその前に誰かと話しますかって言われたんですよ。設定で。いや、一人でいいよって言った時に、誰かと話しますかっていうのが、誰かがいるっていうふうに、いないのに。なるほど。その時の話を誤解して、自分の中で、あ、誰かに言って聞くんだなっていうふうにしてて。って言ったら、誰もいないじゃないですか。あ、そうか、編集者か、誰が聞き誰とか言って、編集者か、純駆動の人って聞いたらさ、いないですよって言うから、一人で喋るのって言ったら、そうだって高橋さんおっしゃったですよっていうか、そうだっけみたいな。で、それが分かったのは20分前で。あ、やっぱこんなこと言ったら後出しで恐縮ですけど、僕はやっぱり仕事は聞く役なので、誰か入れればって思ったんですけど、でもさすがでしたね。あれもライブでしょ？そうですよね。ライブって、ライブ楽なんですよ。楽。だって、編集できない。ああ、もう言っちゃったら。言ったらおしまいなんだから、僕ライブすごい好きなんですよ。だって、時間過ぎたら終わっちゃうんだから。そうですね。で、できなかったらどうしようって思いませんかって言ったら、できなかったらできないだけで。できないまでですよね。ごめんなさいって言って謝る。ここは、まあ、場所は言いませんが、まあ、鎌倉っていうのは言っていいですよね。あ、いいです、いいです。はい。で、お仕事場ですよね。はい、仕事場、鎌倉駅から歩いて10分しないところで、緑に囲まれたお寺の近くです。でも本当、昨日のライブでもおっしゃってましたけど、プロは、まあ、知ってるような観光地というかね、本当人力車来てますね。あまり、いわゆる観光名所、地図には載ってないところですが、知ってる人は知ってる。ここ、ホタルいるんですよ。あ、鎌倉でホタルでって言っちゃちょっとね。でもね、まあ、いくつかある。あ、いや、っていうかね、知らないからみんな。鎌倉のホタル情報は本には書いてないですね。ネットにもしかしたら出てるかもしれないですけど、ここからね、歩いて1分ぐらいのところに。出そうですね。あ、ホタルいます。昔、お寺の住職が毎年流してたみたいに、ホタルの。あ、そうなんですね。で、僕もちょっとよく聞いて忘れちゃったんですけど、亡くなっちゃってからは、一時いなかったりしたんですけど、まあ、要するに、住んでるらしくて。らしくて。なんかね、いない年といる年があるんですよ。去年は結構出てて。あ、そうなんですか。感動しますよ。真っ暗の中に。ですよね。ここは、だから、基本街灯がないんですよ、この先は。確かに。お寺だから。そうですね。うん、だから街灯、確かに。いらないとかつけないでしょ。はい、だから真っ暗なの。夜とか行くと、本当に弱い光でも、ホタルがいて、おととし確か見なかったんですよね。はい、それで、去年、いるよって言って行って、うん、こう探したらどこだとかって言ったら、はるか上空を飛んでた。ピューって。いいですね。すごい、ギラギラ光るやつ。でも時期的にはそろそろですね。だから、もうそろそろなので、大体誰か教えてくれるんですよ。高橋さん、飛んでるよって。いいですね。ここね、やっぱ、職場ということですけど、まあ、ご自宅と当然分かれてると思うんですけど、やっぱり結構あれですか、高橋さんの中では、なんか僕のイメージだと、どうなんでしょう。やっぱりこう、どこでも、まあ書けるけど、やっぱりこう仕事場でちゃんと分けて書く。どういうタイプですか？僕、だからパソコン使ってるから。はい。あ、スマホは使ってないけど。うん。はい、だから、パソコンがない場所は書けないですよね、はい、まず。そうですね。それと、話せば長いんですけど、僕は親指シフトっていう機械なので。はい、ありますね、その好みで。はい。はい。好みっていうかもう、ガラパゴスで、すでに富士通は生産停止をしてるんですが、はい。最終ロット。はい、この親指シフトっていうのは、ワープロソフトのオアシスっていうのがあるんです。あ、名前は、はい、ソフトですね。はい、ソフトは新規更新バージョンアップされてます、ずっと昔のを使ってるんですが、はい、問題はキーボードなんですよ。うんうん、特殊な配列なので。なるほど。まあソフト自体は逆に言うと、写せるでしょ。そうですね。ソフトだから、はい、ところがキーボードは物体なので、まあハードですよね、あれ。ハードはなくなったらもうないんですよ。その生産が、去年の暮れか、10月かなんかに富士通が最終ロット、はい、もう作りませんと、はい、キーボードも、はい、っていう発表をして、はい、慌てて、はい、今ね、親指シフトを売ってる専門店は日本で1軒なんですよ。もう1軒だけ、うん、北青山にあるんですよ。はい、だから日本中の親指シフトはそこで買ってるんですよ。そこが教えてくれて、最終ロット注文、僕キーボードを6台。まあでも死活問題ですもんね。うん、だからもういざという時のために、いや、まず壊れるっていうことも、だから壊したことないですよ。で、壊れるっていうこと、置いてあるとこが地震で壊れるとか、ああそうですね。津波に襲われるとか含めて、3カ所に今分散して2台ずつ。リスクヘッジしてますね。ソフト自体は、例えば極端な話、人のところのソフトを移してくることもできるじゃないですか。そうですね。単純にソフトだから。はいはい、でも、キーボードは物体なので、はい、それがなくなったらもうおしまいなんですよ、この世から。富士通作んないって言ってるから。そのノウハウが分かってれば、いや、もしよ、はい、キーボードすべてなくなったら1台100万円でも買うもん。まあでもそうならないように6台買ったんですけど、僕6台買ったの知ってるから、はい、キーボードね、みんな最終ロットなんで買ったって言ってんの、はい、使ってる人が、はいはいはい、1台しか買ってない、1台、うん、だからね、なくなる可能性あるじゃん。そうですね。絶対ね、僕のくれっていうに来るんだよね。ああ、もうそれは高値で売ればいいんじゃないですか。ということもあって、はい、そのキーボードが、キーボードがあるところじゃないと書けないってことですね。これ本当にでももし6台というか なくなったら どうします？ 弱小先生みたいに手書きってわけにもいかない。手書きはできないですね。そしたら6台なくなったら探す旅に出るね、キーボードを探す旅。アップデートはしない、もうなんか別でできるように。いや、打てないんですよ他のキーボードだと。わかります？はい、僕はそのキーボードで何年、30何年書いてるから、誰かになんか口述筆記してもらうみたいな。いや、無理無理。クリエイティビティが出ないか。手書きの原稿はせいぜい200字までですね。はい、あ、そうですか。原稿用紙1枚書けないもん疲れ果てて。ちょっと意外ですね。本当にごくたまに、はい、何にも物がなくて、ええ、競馬の観戦記みたいなのを機械が持っていけない時に原稿用紙書いたんですけど、はい、400字書いたら死んだね、はい、辛くて。あ、そうですか。400書いたら疲れ果てて、はい、あ、単純に疲れるんですね。原稿用紙書くっていう行為が意味不明になってるから。でももう本当に最初は書いてたんですか？最初原稿用紙ですよ、もちろん。いつぐらいから、もうその変わった時から親指シフトみたいな。僕は、だからデビューが82年、1年なんですけど、はい、もちろんその時は原稿用紙で書いてて、はい、原稿用紙で書くの嫌だったんですよ、最初から。字下手だから。新人賞を出す時、清書するんですよね。長編だ、500枚とか清書するんですよ。うわー、まあ、分かるようにね。はい、それで、これが続くのもう作家嫌だなとか思ったら、ワープロができたっていう話、はい、僕聞いて、一番早かったのは安倍工房でしょ、うん、三田正宏さんが、うん、もう一人、僕多分4番目ぐらいですよ。あ、もうかなり初期の。もうね、めっちゃ高かったけど、これで生きていけると思って、全財産投入してワープロ買ったみたいな感じだ。あ、本当ですか。うん、それが親指シフター。はい、それはもう、ね、なくなったら100万円でも買えますね。だから僕が買った時には、まだいわゆるテレビ型受像機みたいになってて、文字面が緑だったんで。黒字に緑。なんでかあったら緑が目にいいっていう。なるほど。で、すぐ嘘だって分かって、白いね、黒白斑点のやつになったんですよ。最初ね、僕最初に買った機械緑でしたね。そんな話だけでも延々としてると。いやいや、はい。さらにすみません、ちょっとだけ脱線してますけど、YouTube の収録ってやっぱここですか？ここです。ここです。ですよね。なんかお二人いらっしゃって。ここです。僕、あれ、こんなこと言ったら怒られましたけど、YouTube はどうなったんですか？ね、ちょうど始まった直後にコロナが。はい、そうですよね。そう。それで、中断したままになって、もうめんどくさいっていう。なんか僕結構好きだったんですよ。車の中で朗読したりとか。そうそうそう。で、結構ね、やる気になってやったんだけど、いや、だから僕 YouTuber 尊敬しますよ。ね、つまり作り続けなきゃいけないってことなんだね。そうですよね。これ作家と一緒で、作家もやっぱり書き続けなきゃいけない。作家で書き続けるのは全然 OK なんですけど、YouTube を続けるって無理だね。あれはなんか、こう、チームを組んでやっぱり。もう、逆に言うと、向こうからやりましょうって言われたんです。あ、そうなんですか。うん。一緒に、はい、まあ、インターネット上のテレビみたいなのを作った、はい、制作会社の人が、はい、まあ、いろいろあって仲良くなって、はい、YouTube やりましょうよって、全部こっちでやりますからって。で、じゃあ僕はやるだけって。手ぶらみたいな。うん。で、やってたら、意外とそれだけじゃなくて、はいはい、いろいろ選んだりとか、はいはい、いや結構あれだけの別に毎日じゃなくてね、はい、更新もちょっとまとめとって週1とか月2とかぐらいの更新でも、はいはい、もうヘトヘトになって、なりますよね。いやちょっとこれ無理だって言った時にコロナが来たんで、しめしめとっていうわけじゃないけど、まあ中断しちゃって、はい、そのままですね。はい、じゃあやめたわけではないです。正式にやめたわけじゃないですけど。はい、いや、ちょっとやっぱり、大変、でも大変だなって分かったのは良かったですね。だから僕、他の人の YouTuber の見ても、いや、リスペクトしてますよ。はいはいはい。別のもんだけど、やっぱり何事も持続だよね。そうですね。妻が好きでいろんなチャンネル見てるんで、観察させて、美容チャンネルとかね。面白い。だから、一般には無名じゃないですか。そうですね。でも、フォロワーっていうか、その聞いてる人は10万、何十万いて、はい、再生回数が何百万、何千万みたいな、美容チャンネルとか、料理チャンネルとか、はい、この人なんかね、都市伝説チャンネルとか見てるしね。とね、面白いよね。そうですね。これは違う文化。はいはいはい。パッと何か残るっていうもんじゃないんだけど、うん、すごく消費しやすい。うん、で、やっぱりね、編集うまいね。ああ。もう感動しますよ、編集が。はい。それはね、子供が17で自分でいろんな編集してるけど。あ、そうなんですね。だからね、彼らも編集がデジタルネイティブなんだよね。確かに。で、なんか、どうでもいいようなやつが面白く見えるじゃないですか。はいはいはい。で、テレビの編集って別なんだよね。そうですね。また違いますよね。テレビを見ると、だから、YouTube 見た後テレビ見ると、冗長。そうですね。本当に今そうです。つまんないもん。なんでこんな無駄なことやってんのっていう。その発想になっちゃいますよね。だから今、YouTube でも TikTok とかもあるでしょ？ありますね。もっと短いじゃない？はい。もう10秒とか20秒とかね。あれなんか違うものですね、何か。ああいう、まあ、新しい文化は、それにふさわしい人が作ってやってるので、僕もそうですけど、もっと詳しい人が実際フォローしてやってるんだけど、なんかちょっとね、あんまり見栄えいいもんじゃないなっていうふうに思うんですよね。これは永遠に解決しない問題で、文化は変わっていくじゃないですか。そんな認めないよっていうのはダメだけど、もうそんなもう俺は知らんと。ただ、ついていく生き方は難しいよね。うん、つまり、そうですね、自分を捨ててどんどんついていくって言っても、ついていけないじゃないですか、そもそも。そうですね。もともと違うから。すごい感じます、ね。今の若い人は、ネイティブでやってることを、違う文化から来た人間が、ついていけるわけはないんですよね。はい、そのついていかないよ、だからっていうことでもない。だからどうやって付き合うかっていうのは、そこですよね。多分この番組はそうだと思うんですけど、すごく根本的な問題で、やっぱりある程度割り切って、でも誠実に、でも付き合うという態度は必要だと思うんですよね。ただ何をどうしたらいいのかは、ものによって全く違うので、例えばテレビに出るでしょ？ともうテレビ古いよね。つまり自分で見てても。でも、テレビでも頑張って、だから、いろんなそういう SNS みたいなのが引っ張ってきて、もうなんとかキャッチアップようとしているところはみっともないんだけど、でも、なりふり構わずっていうところはまたいいかなと。確かに。ある意味、僕もお互いちょっと話してますけど、そういうの全然できないので、あそこができるんだったらそれはそれでいいですよ。だからね、格好悪いんだけど、その格好悪いっていうのはダメかっていうと、そうとも言えないんだよね。すごい思います。だからそこは美学の問題と、あと態度の問題ね。今はまあ、この SNS の話になってるけど、どの時代でもさ、新しいものが来て、古い人が無視する人、攻撃する人、褒める人、乗っかろうとする人、理解しようって言ったらいろいろいるじゃん。だから正解はないと思うんですけど、特にこの、今のインターネットと SNS っていうのはやっぱり人類史上に残る革命なので、どう付き合ったらいいのかっていうこと自体が大きいテーマだよね。僕51年生まれなんですけど、僕がね、テレビネイティブで漫画ネイティブなんですよ。あ、そうか、そうですよね。はい、僕はだから街頭テレビ見てるから。おー。駅前にあった、かすかに記憶にある世代で、まあこれよく書いてるんですけど、僕は月刊の漫画誌をずっと購読してて、ね、少年とか冒険王とか、少年サンデーと少年マガジンが僕小学校4年の時なんです。漫画文化は、要するに同時代のものしてずっと。だから漫画は平気なんです。でもアニメはなると違うんだよね、もうね。だからテレビも漱石の場合全部見てたけど、テレビができたての頃のものは全部見てたんですね。今週ちょっと原稿書いて発見したことがあって、ゴールデンウィーク中漫画読んでたんですよ。早々のフリーレンってやつと、ダーウィン事変、それと、地。それと、今、ゴールデンカムイ。結構読んでますね。僕が漫画少年だった頃は、連載の最初から読んでたんですよ。みんなに言われる前から、全部読んでる。これ全部評判聞いた後で。なるほど。もうね、僕漫画ファンじゃないんですよ。読んでるけど、これなんか面白いらしいねって言って、何かのファンって人が言う前に発見してたんだよね。自分で。もうみんなにね、これ面白いよって言ってたの。今面白いよって言われてから読んでるから。もう僕が面白いよって言えるのは小説だけですね、もはや。高橋さん今回ね、はい、まあ少し、リリースが時間経ってますけど、この30年小説全部読んで喋って社会が見えたということで、はいねはい、これ僕、正直に言うと、本当になんか書店でもう見た瞬間になんか惹かれて買っちゃったんですよ。うん、で、タイトル、うん、で、やっぱりこの30年の小説全部で、うん、まあ今までの話のつながりかもしれないですけど、タイトルって僕今41なんですけど、はいはいはい、この30年の小説全部っていうところで、やっぱなんかコスパタイパがいいなみたいに思って、うんうん、あ、なんか全部、この一冊で読めちゃうんだみたいなと思って、その表面的に引っ張られたプラス、この帯見て、やっぱり読んですぐには分からなくても分かったあれってさ、瞬間が訪れる。どんなメディアよりも小説をずっと鮮やかに社会のことを教えてくれるって。やっぱりその、今度はどちらかというとこっちはこう本質的な話みたいに僕は思って、なんかその両方取れるのかなと思って、すごく引きつけられたんですけど、これ、初めにのところでも書いてありましたけど、このタイトル自体は高橋さんが付けられて、いいタイトルでしょ？はい、いや、本当思います。これ、帯は誰が？帯も高橋さんですか？このコピー読んで。いや、帯は違うよね。編集部です。そうなんです。これ編集部です。はい。いやいや、どっちも、素晴らしいなと思ったんですけど、ただ、この本質は当然高橋さんがおっしゃりたいことずれてないと思うんですけど、はい、まあ、ちょうどこの番組のね、ホストでも、はい、石田イラもよく言っててですね、うん、やっぱり小説ってそのビジネス書とか自己啓発書の今すぐわかるじゃなくても、なんかその後人生のどこかであっていうところがあるから、ある意味今すぐ役立ちそうは役立たなくて、今すぐ役立たなそうは役立つ、それが小説なんだみたいに彼ずっと言ってたんですけど、その辺って、やっぱりそういうもんですか？小説っていうのはなかなか変わった芸術っていうか、うん、僕は自分、まあ、一番この世で好きなのは小説なんですよね。で、まあ、なんでなんだろうって、例えば詩とどう違うのかとかね。ああ、はい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 。まあ同じ言語芸術ですよね。はい、詩人もやっぱ小説と詩は違うねっていうんです。うん、どこが違うかって、詩ってね、詩の本質はまあ、それに行くとポエジーだったわけですね。うんうん、で、ポエジーってなんだって言ったら、ポエジーはポエジーだよって言われるわけ。で、それはね、すごく簡単なんですよ。はい、時代を超えた詩的なエモーションっていう。なるほど。超時代的なものなんです。はい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 。いや、それぞれの時代のポエジーってないんだっていうことなんですよね。詩っていうものは、まあ3000年前から、万葉集の時代。そうです。もっと前からずっとあってね。小説はまあせいぜい300年ぐらい。詩はだから、すごく歴史を超えて、人間性っていうものが変わらない限り詩的な感じ性もあると。ね、小説はどうも目指してるのはそっちじゃないんですよ、ね。じゃない。じゃない方。はい。で、じゃない方は何かっていうと、個人は、はい、時代選べないでしょ？選べないですね。うん。自分が生まれた時代と生きているしかないんです。そこに閉じ込められてるのね、まあ。うん。っていうことはどういうことかっていうと、はい、どの個人もその時代の刻印を帯びていると。刻みつけられた印みたいな。そうですね。だから、人間はその時代とか環境とかから絶対逃れられない。100年前の人は、その100年前に生きた何かの製造物。今の人もその製造物。はい、で、ところがね、詩自体はね、変わんなかったりするんですよ。だから人間の中に変わるものと変わらないものが、はい、変わらない方を代表しているのが詩で。なるほど。小説は変わる方を代表している。うん、だから100年前の小説と今の小説は違うんです。でね、何かっていうと、うん、その、小説は、まあ何を書いてるか、まあいろいろありますよ。はい、その、まあ人が出てくるでしょ、はい、人を描くっていうことは、時代を描くと。だからこの人は、スマホやってますよって人なんですよ。はい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 。だからスマホがわからないと小説はわからない。例えば、うん、この小説は。カカとかね。はい、まあ要するにインターネットのことが書かれてる。その時代の人の感受性。ところが、そこで詩を書くと、はい、インターネットのことを書いても、うん、インターネットを通して別の詩の心みたいなのが出てくる。はいはい、詩にもインターネット出てくるし、小説にもインターネット出てくるんですけど、うん、そこから出てくる何か違うものが出てくる。ってことですね、今。うん。なので、小説に出てくる、同じ人間でも、いや、人間って一つじゃないんですよ。うん、エモーショナルな生き物としての身体を持ってる人間と関係性の中の人間ですよね。社員だったり、フリーターだったり、誰かの子供だったり、はい、きこもりだったりするって関係の中でしょ。役割立場で変わりますよね、うん、でも引きこもりでも社員でもなんか恋愛史書くじゃないですか、気持ちは。これ一緒なんです、うん、でも置かれてる状態は社会の網目の中の何かなので、座標軸みたいな絶対性と相対性、うん、なるほど。この2つの軸が、はい、文学の中であるんですよ、はい、小説はそういう意味でその相対性の中の人間の、を描く方向にベクトルがある、はい、で詩は絶対性を描く方向に、はいはい、つまりどんな格好のどんな人でも愛してるって言ったらそういう一行になるけど、はい、全部違う。それはどうしてかっていうと、その置かれた立場違うからだっていうのが小説、はい、なるとだから、はい、結局書かれてそのまあそうかというと社会的歴史的存在としての人間に傾注しているのが小説だから、はい、小説を読めば何がわかるかっていうと個人がわかるけれども、はい、それを通して社会。なるほど。だから小説を読むと社会がわかるっていうのはそういうことなんですよ。うんうん、そういう社会的人間のことを描くのが小説の仕事なので。はい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 、だから詩を読んでも社会わからない。はいこれ、わかった。対象ですよ、絶対。はい、すいません。最近書かれた詩ですって。なんでしょう。これは小説家しかわかりますかみたいなね。そうそう、その行だけ取っても、どっちかわかんない。言語表現じゃわかんないんですよ。うん、だから最終的にな、ベクトルだよね。はい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 。個人の超歴史的な感情とか、はい、まあそういうポエジーに向かうか、はいうん、歴史的、社会的存在としての人間の関係性に向かうかのベクトルで、小説思考か詩思考かに分かれてると。面白いですね。でもそれこそ今谷川さんとのね年始の対談も思い出しましたけど、なんか谷川さんは自分は小説は書けない、うん、で高橋さんは自分は詩は書けない、うん、でそれやっぱり興味のベクトルが社会性に興味があるか、はいはいはい、個人の超歴史性ね、うん、歴史性を超えた永遠性に興味があるかで向かうっているものが違うということだと思いますね。そういう意味では高橋さんはその小説の社会の方だと思うんですけど、うん、やっぱり高橋源一郎さんというもちろん小説家でもあり、うん、やっぱりそのいわゆる批評というか、うん、そっちの方も両方立ってますけど、そういう意味ではアウトプットが違うだけでどっちも社会のことっていう。っていうか自分の中で、はい、まあ複数の人格がいるっていうのが小説的なんですよ、またね。ああ、さっきの話でけどそうですね。さっきそう、だから、個人っていうものがやっぱりいないって感じなんですよね。つまり、そのまあ、平野啓一は文人っていうような言い方しますけどね。個人っていうのはいなくて、まあそういう社会のことを言っている、役割をしている自分の部分とか。いや、だから、家庭の中では父親という役割をして、家庭人である自分とか。その折々の場面で自分が生成されているっていう感じ。はい、で、やっぱ詩の中に出てくるのは、まあなんか個人だよね、なんか。そうですね。なんか、これもあれもあれまりちって、まあそういう詩ももちろんあるんですよ。うん、ただ、大きい方向性で言うと、永遠の中にいて絶対分割できない、こうみたいなのが詩だとすると、もうちょっと社会性を帯びてるから、今出てる、はい、この人は誰ですかっていう、はいはい、家庭人ですとかね。エンディングのお時間です。インタビューでは皆様からの早川さんへのご質問や番組へのご感想、取り上げてほしいテーマなどを募集しております。いただいたご質問等はこの番組内で取り上げさせていただきますので、概要欄の URL からどしどしお寄せください。そして人と1対1で会う前、会った時、会った後に何をするか、著名人から市井の人に至るまで18年間で2000人以上にインタビューを行ってきた早川さんが、その全てを余すことなくお伝えしている会う力養成講座、早川さんからの無制限コンサルティングがついた映像コース、そしてリーズナブルな価格でスタートできる音声コース、映像と音声のお好みの受講方法をお選びいただけます。詳細や受講の申し込みは概要欄に記載してある会う力養成講座のホームページをご覧ください。そしてもう一つお知らせがあります。早川さんと参加者の方がお気に入りの本をシェアし合う QR カフェが今月6月15日の水曜日19時から Zoom にて開催されます。早川さん、今月の本の紹介をよろしくお願いいたします。はい、今回はですね、藤本和子さんの、ブルースだってただの歌ということで、副題が黒人女性の仕事と生活ということで、この本はですね、まあ、簡単に言うと聞き書きの本なんなんですけども、この藤本和子さんという方がですね、アメリカに、長く暮らしてらっしゃる方なんですけども、いろんなね翻訳とか、を主に手掛けてる方なんですけども、もともとね1939年生まれ、今83歳か、大学卒業後1967年渡米されて、ニューヨークの日本領事館に勤務した後、イェール大学のドラマスクールで学び、その後多くの翻訳を手掛けてきた方なんですけども、それだけでもすごいんだけど、彼女がね1980年代で当時、これ結構昔の本なんですけど、アメリカに暮らすその時にですね、黒人女性、まさにその聞き書きというのはインタビューして、それを文字にね喋ってるように書いていくっていうものをやっていった本なんです。でやっぱりその、黒人女性、しかも1980年ブラック・ライブズ・マターなんて今ありますけども、もっとずっと昔でね、今以上にその差別だったりね、その黒人の人がアメリカで暮らしていくというのは大変な時代に、刑務所の臨床心理だったり、テレビ局オーナー、などの働く女性や、刑務所の女性、アトランタで暮らす104歳の女性などなどですね、黒人の女性に絞ってですね、インタビューをしてった本なんですけども、ちょっとねいろいろ最近マナさんには個人的に話してますけど、結構姿勢の人、普通の人というか、そういう人にいろいろ聞き書きをしていきたいなってちょっといろいろ思ってた矢先にですね、そうやってアンテナ張るとこういう名著がですねちょっとキャッチアップできたので、せっかくなんでね、やっぱりねこのインタビュー結構著名な方が、ね今回もそうですけど出ますし、もちろん面白いんですけども、何もね著名な人だけの話が面白いわけでなくて、本当に普通の人、黒人女性の仕事と生活ということで、僕ら日本人、日本に普通に住んでる人からすると一つ立ってる企画ではありますけど、ただその普通の人の、普段なかなか耳に入ってこない声を聞いて、文字にした素晴らしい作品ですので、この本を題材に、今回みんなでいろいろ話せればなというふうに思っています。逆に今回のインタビューの内容じゃないですけど、普通の人に聞くからこそその当時の社会が浮き彫りになるみたいなのも読んで感じられるかもしれませんね。はい、6月の15日の水曜日の19時から行われるので、皆さんぜひお待ちしております。ということで、そろそろお別れのお時間ですが、もう6月ってことは1年の折り返し地点なんですね。恐ろしいですね。タカさんはあれですか、今のでちょっと分かったんですけど、もう6月なのかまだ6月なのか、どっち派でしょう？全然まだ6月でしたね。マナさん、もう6月？私もう6月です。なんかさ、それってあれかもしれないね。なんかそれってあれかもしれないって、もうなんかおじさんになってきたけど1月から数えるか4月から数えるかとかも、その年にもよるかもしれない。なんか俺4月、もちろん1月から始まってんだけど、なんか4月で1回リセットされてって、別に学校にも行ってないんだけど、でもマナさんが逆に大学行ってんのに、これなんででしょうね。僕は自分なりにそうだからまだ 6月なんだけど、マナさんなぜもう6月なんですね。私1月からなんとなくね勝手にカウントしちゃってたところはあったんですけど、いやでも4月から考えてももう6月間は強くて、そうなんだ。1週間前自分が何してたかが思い出せないんですよ。大丈夫ですかそれ？忙しいでしょでもね。いや、それもあるかも。ただの忘れっぽいのかもしれないですけど、でそれをずっと半年前まで続けていったら、あれなんかいろいろやった気がするけど、でももう6月だみたいな、時の速さを感じてしまうっていうのが原因なのかな。逆になんでまだ6月なんですか？4月からだからってことですか？っていうか、まだあと半分あるよ。なんかコップの水まだ半分ある派になってて嬉しい。俺そういうのちょっと憧れてたんだけど、コップの水だといつもはもう半分しかないって思うタイプだけど、ちょっと僕も成長したのかもしれないですね。そうすると、私もちょっとまだ半分って思える心のゆとりが欲しいと思いました今全然まだまだでしょう。1年折り返し地点に立ったということですけど、まだね、半年ありますので、皆さん引き続きよろしくお願いいたします。ということで、また次回も皆様とお目にお耳にかかれますことを楽しみにしております。ごきげんよう。さようなら。